こんにちは、こんばんは、おはようございます。いやー、寝ちゃいましたね。前回の続きです。6時くらいにタイマーセットしてたのに、もうきつかった。起きるのも前日から寝不足だったんで、結局今7時半です。やばい、急いで風呂入って飯を調達しないと。居酒屋さん空いてるかな。温泉入ります。あー、気持ちよすぎた。チェックインした時に入った温泉よりもやはりですね、夜入る温泉が気持ちよすぎて、何分ぐらい入っちゃったんだろう。でもね、8時過ぎちゃったんで、やばいっす。本当に居酒屋行かないと。最悪コンビニ飯ですね。行ってきます。はい、夜の問いの街です。これはなかなか絶望的ですよ。と思ったらですね、目の前の通りあるんですけど、ちょっとしたなんだろう、繁華街というかね、飲み屋街になってんのかな。やってるお店は一応ありました。少し歩き回ってみます。ちなみにですね、こちらが本日泊まっている宿の外観ですね。すごい綺麗ですね。一応ですね、お店の前スルーしちゃいましたね。なかなか空気がね、入りづらいですね、お店ね。けどね、多分あそこしかないんだよな。それ以外は台湾料理とかあったんですけど、これ戻った方がいいのかな。戻るか。ですね、美味しかったです。普通に美味しかったし、安いですね。消費税乗せてるのかな。安かった。でこの通りやっぱ渋い。スナックとかも行きたいですけどね、もう結構遅い時間なんで、このままホテルに戻ります。はい、ホテルもらってきました。結構ダーツとかビリヤード盛り上がってますね。今足湯と焼きましょう。なんか空いてるんで、足はね、めんどくさいんでやらないですけど、マシュマロやります。いやー、居酒屋さんが良かったっていうのもありますけれども、このホテルもですね、非常にお疲れですね。3回は大当たり旅行ですね。少しゆっくりしてまた温泉入って、飲むか寝るかしたいと思います。おはようございます。帰ってからですね、寝ちゃいましたね。ほろ酔いで飲み直しできるかななんて思ってたんですけど、コテッとベッドの上に乗ってたら寝ちゃいました。残念ですけどしょうがないですね。ただ
たくさん寝れたんで元気です。朝風呂や朝風呂、楽しみ、朝風呂楽しみですよ。そして天気がいいですよ。やべえ、今回の旅はね、ほんと最高ですよ。露天風呂あり、天気よし、居酒屋よしでしたからね。あー、ちょっとゆっくりしちゃおう。まだ、しかもね、チェックアウト11時なんですよ、ここ。ゆっくりします。これだけ買った酒も全く飲めず、今飲みたいぐらいですね。ちなみにこれ、すっごいうまいです。からし明太子入りサキイカ、プチ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 グチグチグチっていう食感がね、癖になります。おすすめです。はい、今日の朝食、赤いキツネでございます。これを食べてチェックアウトですね。ホテルチェックアウトしました。そして今、近くにある海まで来ましたね。いや、今回はね、トイ何度か来たことありますけれども、一番良かったな。天気も良かったし、お店も良かったし、最高の旅行でしたね。というわけでですね、今回はこちらで終了させていただきます。トイ温泉また来ます。よかったですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。